で0、2号車今名純一飯塚半で10、3号車山下智秀山陽半で10、4号車片平拓海船橋半で20線です。針が回転します。スタート3秒前、2秒前、1秒前、スタートしました。さあ20線の飛び出しはここはどうか。内から4番の片平が先導を取る、外から5番の岩崎がかわしていこうというところですが、ちょっとこの辺りコーナー飛んでいった。さあここは前の争いは1番の宍戸が逃げますが、3番の山下が早くもかわしていきます。山下がここで先頭に上がりました。さあこの後ろですが、内からまとめて4番の片平が一気にかわしていった。片平が2番手。さあこの後ろの20線ですが、ちょっと明暗分かれた序盤の動き。6番の有吉はここで中段4番手に上がってきました。そして後ろは8番の高橋がここで内をつく形。さあ前は3番の山下先頭、4番の片平が2番手、ぴったりマークの展開。3番手2番井村、この後ろやや差が開いています。中段、さあこれ4番の片平がかわしていった。片平先頭です。レースは残り3周になります。2番手3番山下、3番手必死に食い下がります。2番の井村、依然としてこの後ろ差が開いて6番の有吉、そして高橋をここで早川がかわしていく。早川が高橋をかわしていった。さあ有吉はなかなかペースが上がりません。残り1周になりました。先頭は4番の片平、そして2番手が3番山下。さあ3番手ここも粘る2番の井村、井村がここで3番の山下をさあかわしていった。そして後ろからは早川が有吉をかわしていって、一気に早川が追い上げてきた。レースは残り1周、最終周回。先頭が4番の片平、2番手が2番の井村、3番手3番山下が粘れるか。さあ早川がやってきた。3番手届くかというところ。これから最終コーナー、先頭は4番片平圧勝。そして最後2番手は今井村、3番手は3番の山下。160円、2連複24、2060円、3連単は423、